えー、ひろゆきさんは宗教心霊は信じないと言っておりますが、ご自身が亡くなられた時、どのような埋葬の仕方を望んでおられますか自分は人に見なので、のたれ死にかと思います。まあ、あの、死んだ後は僕は何もできないので、なんか残った人が好きにすればいいんじゃないかなと思ってますけど。嫌がらせとしては何かな勝手に、あの、なんか、安国神社とかに混ぜてもらっちゃいますかね。 そうすると、ほら、靖国神社に参拝する人が、みんな、あの、僕にお祈りすることになるじゃないですか。多分、あの、靖国神社に参拝するような政治家の方々って、僕にお祈りなんか絶対したくないと思うんですよ。でも、靖国神社に勝手に僕のなんか、あの、威廃かなんか誰かがバーンって投げたら、結果的にその、なんか、日本の首相はずっと僕にお祈りをし続けるっていう構造になるじゃないですか。っていうのがちょっと面白いかな、と今思いました。はい。 ちなみにあの僕日本の首相は千鳥が淵の祈りすればいいんじゃないかなと思ってるんですけど、はい。